しおりです。たけです。結婚準備を応援、ファルベチャンネルです。今回は失敗しない招待状についてご紹介します。見てください、ファルベにはこんなにたくさんいろんな種類の招待状があるんです。はい、まず押さえておきたいのはスケジュールです。はい、いつ出しましょう。結婚式の 2,3 ヶ月前には投函したいですね。ほうほうほう。返信日は？返信日は結婚式の大体1ヶ月前にはやっぱり戻ってた方がいいですね。なるほど。続いて招待状の本状を出すときに気をつけておいた方がいいことってありますか？はいはい、そうですね、挨拶文のところにその季節の言葉が入るんですけれども、はい、結婚式を挙げる月ではなくて招待状を出す月の季節の言葉を入れるっていうのを忘れないでいただきたいですね。そこもポイントです。はい、続いて返信用ハガキについてです。はい、何やら下に書いてありますね。はい、アレルギーで食べられない食材があったら教えてくださいっていうの文章が入っております。なるほど。はい、その他にもアレンジは可能ですね。可能ですね。例えばゲストさんのお誕生日の日を入れて聞いてみたりとか、種類とか、はいはい、そういったものを聞いておいて当日ゲームとかに比べたりしてもいいですね。なるほど。はい、でもその他にも、はい、新婦さんのドレスの色は何色でしょう、はい、とかっていうのもいいですね。あ、いいですね。はいはい、アレンジ可能です。はい、続いては招待状を入れる封筒についてです。はい、こちらかわいいですね。ありがとうございます。印刷をこういう風にイラスト入れてみたりするすごく可愛くなります。うん、はい、ここで押さえておきたいのが切手です。はい、普通は掲示用の切手を貼るんですね。そうですね。でも、はい、こちらちょっと違いますね。そうですね、料金別の郵便っていう形で最近流行ってるんですけど、特に可愛く好きなイラストを入れたりすることができるんですよ。ワンポイントアレンジができる。そうです、そうです。自分でも作れるけど、はい、もちろんファルベでもできます。ありがとうございます。はい、そしてちょっと注意していただきたいのが10通以上を出す時に限りなので、ここだけ注意してくださいね。わかりました。はい、ということで今日は絶対に失敗しない招待状についてご紹介しました。ここで皆さんにお伝えしたいことがあります。はい、招待状は追加で出す場合もございますので、余分に作っておくことをお勧めいたしますですね。はい、そうです。はい、ぜひ皆さん作ってみてください。さあ、ファルベにはね、こんなにたくさんの種類の、招待状があるので、皆さんぜひチェックしてみてくださいね。オリジナルも作れますよ。以上、結婚準備を応援、ファルベチャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。